しといて <laughs> せめてねうわ、まあ、寒い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 昨日みかんぜん見たよ身長高いね YouTube 見てくださいねみかんぜんの真相がきっとわかります今日は噴水ないので、ね、若干隠し隠してますバラえチューリップじゃんこれそんなのあるの チューリップありがとう。そんなのあるんだ。こんばんはです。こんばんは。自己紹介して。はい、エスケーフォーティーと重機研究生のりーちゃんこと杉本りなです。十四歳の九月二十日生まれの深夜十一時。五十九分四十秒生まれ、中学二年生です。えー、っと、サイリムカラーは赤ピンク白色の三色です。 えー、フォローコメント拡散などよろしくお願いしますお願いしますこんばんは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 ラジオ読まれるとは思わなかったりなもあれ 見覚えの見、聞き覚えのある声だ声じゃないって思いましたよ <laughs> お洋服が割となんか清楚清楚な感じでえ <laughs> らかめです 発注者には本当なんか足りないなって思って開始コリラックもありがとうリーちゃんこんばんこんばんは,んばんは今かカミナさんの舞台配信見ようと思うえすごいよねメインキャストで今日から神様の恋だよね <laughs> 本当にすごいと思うリナみたいな。 黄色い鳥ありがとう。リラックマ黄色い鳥コリラックマありがとう。仕事前の癒しこれから仕事なのね。え何な何かリスいるのえリラックマってリスいるの知らないんだけどリスありがとう。えなんか青い鳥もいる。えありがとう。わかんない何これ。 これストレートかわいいありがとうストレート3月ですね3月ですよあっという間に2月終わっちゃったこれひな祭りのあれかなアイテムかなありがとうなるしベはおもろかったほんとなるしゃべ一番しっかりしてたかもしれない <laughs> 確かに <laughs> 流れ星ありがとうチューリップチューリップチューリップの花ありがとう 清掃措置本当 <laughs> 優しいですね今日,今日はねちょっと清楚として頑張ります今日はお嬢様だねそうですねちょっと髪出しすぎな気がしてきたこうこれでいい感じかな これくらい肩がつりそう <laughs> オッケーリラックマコリラックマリラックマありがとう服が清掃服は清掃じゃないですリラックマありがとう結婚して清掃少し <laughs> <laughs> 清楚ウインク阻止です破壊力あったっしょやっぱり今日は清楚なんで清楚なりに頑張りましたよリラックマありがとう黄色い鳥ありがとういや似合ってるよ本当ありがとうコリラックマリラックマありがとう先輩にも S 出てて笑ったスパゲティの T って <laughs> あれは S とかじゃない思いついたことを言っただけですよでも本当にちょっと悔しいなあれもう一回やりたいえちょっとみんなでやろうお料理阻止今日はね40分ぐらいまでやろうかなって思ってるちょっと料理とはいみんなとからコンペイトーかこれコンペイトーありがとういつでもカモンって感じですね黄色い鳥ありがとうハートありがとうと <laughs> 今日から S K メールと嬉 <laughs> しいですねたくさん送り物とかとさ撮った写真ねブログが週1しかないからメールで発散していきますね「僕の瞳のお姫様」うん僕の瞳のお姫様あなたの瞳にはリーナがお姫様に見えてるってことですか理解不能です <laughs> リーちゃん今日から3月ですね今月もよろしくよろしく 今日からですよ帰宅途中お疲れリラックマありがとうこれからは清楚キャラを期待 <laughs> 絶対期待しない方がいいですリラックはありがとう清楚なんだから言葉に「お」をつけてね「お寿司お寿司はやだなんかお寿司みたい「お」はつけるはいいけど「おつうん」なんて言えばいいんだろうな つつつけけけるるるを単単語語とつけない単語があるんですよそこの区別はしながら「をつけていきます」でございます <laughs> で今日は清楚配信しようかな破壊力ありすぎてハートを射抜かれてますぐさ清楚なんで私はぐさっとしません清楚はぐさはしません <laughs> 杉本ちゃん毎度会いたかった情会いたか会ってないけどね別に毎度 ゲストからストラベリーがなくなった悲しい <laughs> まあまあまあそういう時もありますよねチューリップありがとうトマトリゾットえ何何えリゾットのああそういうことトマえリゾットトマトリゾットえそれなしじゃないちょっと同じ料理じゃんそれはそれはちょっとなしでお願いしますねリゾットトマトスパゲティ <laughs> リナと同じやんいいか減そう <laughs> みんなそうだよそうリラックはありがとうトッポギとかみんないろいろいてくれてるありがとう唐 <laughs> 揚げとかも確かにそれもあるねりーちゃんたしほんとそれはめちゃくちゃうれしい大歓迎すぎますねそれはりーちゃんたししはほんとにもうりなが リーナがあの郵送で次の日段ボールから段ボールの中から出てきます。<laughs> トルティーヤでハムチーズを巻いたブリトー。昨日ブログ読んどうせキャッピーでしょう。コリラックマの風船 <laughs> ありがとう申しでしょう。うですね。<laughs> なんだっけリーナなんて言ったっけ。 スパゲティってやったら1かげそうって言ってよそうからだよ次多分ね一番最初のコメントを読むかなまあ、気になったコメントは見ますね一つだけくり抜いて型抜きクッキーにします <laughs> リラックマコリラックマ黄色い鳥ありがとうありがとうありがとう Thank you ゴミにザマスをつけるザマスはなんか嫌だな <laughs> お嬢様というか生涯心とはちょっと忘れてた,忘れてたでご、忘れてたでございます 誠に申し訳ございます <laughs> 申し訳ございませんうんいろいろあるねあのみんなそば大好きやねソースそば早期そば早期そばにする早期そばが多いなんかバネバサシバサシいいでしょ料理料理名でしょあれバサシみんなししですよ これラックもありがとう。ソシ、ソシって、ソシは料理名じゃないです。ソシのゲソ焼きとかないからね。ソース焼きそば。みんなそば好きだね。遅くなった時のベレー帽送ってよ手紙も、この前、あの、この前と同じこと言ってますね。嬉しいです。ありがとうございます。そうだね。リーナが劇場出るまでもらえないんですけど。待ってまーす。<laughs> リラックもありがとう。 月曜日見れなかったので今日見れてめちゃくちゃ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいありがとう杉本ちゃんせせ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 水素だね背が多いあもう水素じゃないですもう水素になるちょっとね約束守れなかったですねじゃあもうなろう水素になりましょうリさっき何て言ったっけ

<本>当。<laughs> 本当。生徒会長か生徒会長にはなったことないけど学級委員とかアリーナめっちゃやる人ですパパの仕事の関係でさ転校したりすることが多かったんだけど転校して <laughs> すぐに何か役員選挙みたいなのあって立候補したアリーナ 投票で勝ち取りました <laughs> 転校生にあの投票する方も結構すごいと思うけどねまあリーナがよっぽど頭良さそうに見えたんでしょうねリーナめっちゃ言われるんだよねすごいなんか第一印象頭良さそうみたいな言われます <laughs> だからちょっと困っちゃう逆にバランスがたっぷりとは栄養バランスがたっぷりってことですよそのまんまです なにほうりんダブってどういう意味だっけどういう意味だっけ気をつけずるくないよ見てくださいよみんななるべく喋りたいみんなそんな感じですよ次は目ですよ目目玉焼きあ目玉焼きにしよう目玉焼きききゅうりの塩ず <laughs> 秀でお願いします。何、はい？あ、す <laughs> 言ったことないです。頭良さそうなのね。良さそう。強調。え、本当にそう。<laughs> めっちゃ頭良さそうに見えるらしくて、なんか話し方とかもなんか聞いててすごい頭いいんだろうなって思われてたらしくて、<laughs> 結構なんか言われるのよ。 友達にねりなちゃんってめっちゃ頭良さそうだよねみたいなあその子りなの学力知らないよちなみにだからなんか良さそうだよねみたいな頭いいでしょみたいな聞かれるんだけどあははってごまかしてます笑って<笑>いつも笑ってごまかしてます転校生は人気だからそうなの第一印象はおしとやかだった本当 <laughs> おしとやかだったんだ第一印象面白いね 君面白いね <laughs> だからラジオは見れないって間違えた聞いてくださいラジオ別に見てもらってもいいよ <laughs> 見つめてもらっててもいいよ杉本 <laughs> ちゃんとあずあずは怖い生徒会長なイメージ <laughs> そうか次なか怖くないよけんちん汁とかケチャップライスとかあるねケーキケーキが多いねケーキにします ケーキか、ひ木、また木じゃん木木待って、木ち, <laughs> ちょっと待って木キ,キスの煮物とか <laughs> キスの煮物とか <laughs> キスっていう名前のさ魚いるじゃん,ん煮物にできるくない知らんけど魚詳しくないからわかんないけどキスの煮物いいんじゃないのでお願いしますみんなケバブいいなケバブ食べたことないんだよねリーナケンタッキーそれは <laughs> あの食べ物を作ってる会社というかお店というか <laughs> 謙虚なスタの 謙虚なシェフのサラだ。それも多分いいと思う。りちゃん、風紀委員が言い合いやそう。ほんと、やったことない。スケンサーリーナゴです。こんにちは。ぜひフォローよろしくお願いします。そういえばパパのキッチンカーのインスタ解禁されてからフォローしたよ。すぎちきってやつかな。ありがとう。え、のり巻き。自ら。ドキッとしてんですか <laughs> 知らないけど <laughs> まあ煮物でもできるでしょ別にでき煮ることできるでしょえー、どうしようかな海苔巻きとかあるけどキスは違います <laughs> 魚の名前しか知りませんでしたキスは中違いますないんです魚の時代ですリラ嫌いだけどは<ー>のどぐろ兄ちゃん応援していますタイからありがとうタイから応援ありがとううん海苔たっぷりなザルそばって いいね未完成椅子取りゲームでいきなり激激激珍かな激珍しててしたね <laughs> えでもやっぱりリナの方がちょっと早かったよマジゆうねちゃんにさやりなちゃんの方が先だったよみたいに言われて先行けばよかった絶対リナだった <laughs> 煮れば何だって煮物になる。ブリトーの煮,元煮物だってできる。まあ、確かにね。<laughs> 絶対美味しくないけど。確かにね。自ら追い込まれていく。本当にそう。4年後ぐらいに FC 議不仕事に、りーちゃんが来るの楽しみだな。もっと早いなら、なお、いい。それな。ちょっと、お願いします <laughs>。シュークリームが多いね。シュークリーム料理名というか。 料理名じゃな,くないシューシュークリームって <laughs> シュークリームのたシュークリームのたっぷりのすき焼きってシュークリームたっぷりのすき焼き絶対おいしくない木で終わらせるって <laughs> いや適当すぎます <laughs> 実在しない料理はダメですよコンペイトーありがとうえシ死だったよねリーナあれ死じゃなかったっけ さっっきなんて言ったキキ,キャッシュキッシュって言ったか言うか油輪地あっ油輪地よくない湯豆腐とかもあるけどちょっとよくわかんない油輪地ね油輪地血血ってむずくない血チ,チンゲンサイ <の> <laughs> えチンゲンサイって何か知らないけど魚魚じゃない野菜なのは知ってるチンゲンサイの <laughs> ええチンゲンサイの野菜炒めわ <laughs> <laughs> かんないチンゲンサイの野菜炒めです目 <laughs> 目でお願いします じゃんけんは負ける気がしてたやめてよそうやってみんなが負ける気がするから負けるんですよリラックマありがとうおいしいかどうかは別確かに別だね歯医者も別取りがあったからおいしかったかも確かにね キョッピーママと何か勝負するときはイストリーゲームなら確実に勝てる。ああクラリーナになった。<laughs> 電池切れ。そうですね。確実にキョッピーなら勝てる。チーカワの煮物やだ。やだチーカワの煮物って。<laughs> 清楚ならチョコレートとかやる。チョコレートは料理じゃないです。<laughs> 料理名じゃないです。もともとできてます。黄色い鳥ありがとう。 祭はおひたしおひたしなの知らないよ知らないよ炎の野さんに軽く挨拶して大花さんに可愛い言うた順だりやったん知らないリナそんなこと言ったことないです <laughs> 炎の野さんにも大花さんにも挨拶するけど穂野さんに挨拶した後に大花さんに 可愛いですって言いに行ったことはないですねリーナ <laughs> 目玉焼きおいなさっきあったんでダメですよ目に入れても痛くないリーナちゃんやめて料理名じゃないリーナは料理じゃないです <laughs> めっちゃ美味しいから揚げそれはもうただのから揚げでお願いしますメンチカツじゃあ今度こそメンチカツにする メロンと生ハムそんなそんなね料理絶大しません <laughs> メンチカツねツツツつツツナツナツナマヨネーズのツナマヨネーズ いやちょっと良くないちょっと良くないな待ってもう一回メンチカツねツつツちょっと待ってツちょっと冷静になって考えよう一回すつ,つくだにうんめっちゃよくないつくだに 二でお願いしますみんな二 <laughs> だよつくら2結構自信作ですリラックマコリラックマ黄色い鳥リラックマありがとう今日花粉大丈夫だった大丈夫じゃなかったです <laughs> いつも大丈夫じゃないです めんどくさい人が買ってきたスーパーの総菜ってもうそれは料理してないんですよほののさんグランパス大好きだけどパパさんのこと知ってるのかなねどうなんだろう中坂さんは知ってると思うけど実在するよメロンと生ハムええ実在するの知らないんだけどメロンと生ハム 会うの？メランとタハム会うの？え。そんなのあるの？<laughs> リナ生ハム。ちょっと苦手なんだよね。そういえば。桜 <laughs> 花 <laughs> さん顔面国宝は言い過ぎよ。ふざけないでください。顔面国宝です。桜花さんを推しがさ何言っとんじゃん、大岡さん、推しは大岡さん、推しらしく顔面国宝って言っててください。 ダメですよ言い過ぎじゃないんですよツナマヨで止めないところがリーナちゃんだし <laughs> ツナマヨネーズっていうさい正式名称がありますからではさっきなんて言ったっけ なんて言ったっけリーナ <laughs> あれさっき何て言ったっけリーナつくらにって言ったか次にいいね日記日記は料理名じゃないです <laughs> リラ君ありがとうにっころがしあにっころがしにしようかなニシンとかあるけどちょっとリーナが苦手なんでにっころがしし しいたけの鍋よくないしいたけの鍋べ <laughs> ですみんなコリラックマーえー、黄色い鳥ありがとう煮干しスパそういうのもあるのか超絶お久しぶりじゃんそんなお久しぶりか <laughs> 結構最近あった記憶でしたがまあまあまあお久しぶり <laughs> 人間の作ったおいしい餃子餃子って人間が作らん <laughs> 工場やるとこあるけどさ何工場がやるとこあるけど何かしらどっかの工程で人間は入ると思うよ拾い取りありがとう 兄ちゃんもこうですよありがとう <laughs> ありがとう煮込みうど、うんうわあかんかダメですあっアウト退場です <laughs> 退場はしないでくださいねその代わりにまあ拡散とかおろおとかしてください絶対に <laughs> 肉じゃが肉じゃがもいいね黄色い鳥ありがとうベーコンの鍋 ベーコンの鍋って <laughs> 単純だベーコンポテトパイ美味しそう弁当それは料理じゃないですねまあまあ料理だけどうん違うんですよ料理名じゃないでしょベーコンポテトパイにしようかな美味しそう <laughs> しいたけしか入ってない鍋を想像してだいぶ攻めた鍋だなと思っただけじゃないですよしいたけ入り入りの鍋ですなリラいクくありがとうありがとうベーコンポテトパイねいいいい りーなの好きないなりき日はしりとり食べ物縛り配信ですかねそうですねそろそろあれスクショとりタイムスクショタイムとりますしいたけの鍋ってあ何味しいたけ味椎茸しいたけ味りィなグラタン リナ、グラタン阻止は成功してたグラタン阻止って何しときますシーフードピラフえなんて言ったっけリナ嫉とするへえー しらす飯にしようかな一番わかりやすかったし <laughs> らす飯ねあ私だ <laughs> しんでしょしあ <laughs> とっておきのラストを締めるしいたけしいたけじゃないわ <laughs> しりとり終わりちょっと発表します ウフご飯、<laughs> イエーイということでこの料理名しりとりを締めくくった最後の一つはしらすごはんでしたということで最後にね「がついて <laughs> ちょっとずるいけど「がついたということで終わりました <laughs> ということでスクショタイム撮っていきます 行きたいと思いますちょっと待ってよあったあった川ちーりーちゃんで一番あこれ一応スクショタイムな気がしてきたちょっと待ってよスイリーポーズうん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  画面ちょっと明るく加工しといてください加工というかなんか編集できるんであのカメラアプリでちょっと明るくしといてください、うん、だいぶねライトがないんで暗くなっちゃった待ってさっきの方がスマイリーポーズじゃあーナが一番可愛いと思うポーズやりますねふん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  最近結構このポーズ好きこれも好き神田さんの気合の演技だハキハキしてるいいね <laughs> いいね清掃リーチャーの時は結婚してはオッケーですかダメです清掃阻止をしてあげます <laughs> 結婚はもちろんなしで 締めはパフェかラーメンなんでパフェなんですかパフェうがついてないですよパクったパクってないです知 <laughs> らずご飯なんてなかったですよえあったあったらごめんね <laughs> 今日も世界一可愛いありがとうギリギリの登場でパチ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 のアイテムありがとう <laughs> ーちゃんでもわったから退場ですね <laughs> いやリー退場したらえもうでももうすぐ退場しますよ退場し,してほしいんですねみんな全然いつでも退場しますけど配信を切るっていういつでも退場し退場しますよ <laughs> カチューシャをつけて可愛さが増したような多分暗いからじゃないかな暗い方がなんかいい感じがする <laughs> 知らんけど <laughs> りんなの作るご飯でよかったのではりじゃなかったじゃん最後しだったじゃん今来たばかりなのに残念り <laughs> ちゃんのプードルになりますってなにりんなのプードルになるってトイですかティですかタイニーですかしらす飯からのしらすご飯そうですよよいや 完璧な終わりが終わり方ですよもう終わり終わりです <laughs> もうジャックポーズうん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 オッケーカチューシャリーちゃんかわいいかわいいちありがとう今日はリーナお嬢様って雰囲気かなまあ一応なんか一応 <laughs> <laughs> まあ一応ねリーナお嬢様みたいな

<laughs> なんか真面目な人ってすごい <laughs> 眼鏡かけてるっていう勝手な偏見ですけどそういえばポチャコたち病とあ待ってそうじゃん <laughs> 待って祝ってないんだけどあでも待って昨日だからん昨日って言っても今日と昨日の間だから29日だから今日祝ってもいいよねポチャッコいいよね <laughs> 29日じゃないから忘れちゃうんだよ28じゃないもん誕生日おめでとうポチャッコ <laughs> ここにも実はねいるんですよねポチャッコ私のポチャッコ <laughs> 実はいるんですよねここにいつもねこの子とリーナはこの子とあのー、生涯を歩んでるんですよ今 <laughs> えー、ちょっとそうじゃん、まあ、今日言わ,言わえばいいよね 昨日と今日の間だから今日でもいい。だよねいいよねおめでとう <laughs> 嬉しいぽちゃっこちゃんのくんでぽちゃっこくんのお誕生日ということで今日はねファンの方からあのぽちゃっこのねぬいぐるみをね2体いただいたんですよ。<laughs> その2体を抱きかかえながら寝ますね。最近はき こうね、なんかね。あのー、生誕祭の時にいただいた。あのー、ふさふさのね。ワンちゃんがなんかちょうど良くて <laughs> 抱えて寝てるんですけど、ちょっと今日はポチャッコ2体をね。抱えて寝るようにします。ポチャッコ2体はね。いつもね。飾ってるんですよ。なんか？抱き枕というかさ抱く専用じゃないんだよね <laughs>。抱く専用じゃないんだよね。ポチャコ。 わなんか素材がね楽じゃなくて飾るの方がいいかなって思って飾ってるんですけど今日は抱えて寝ます <laughs> この時間なら気がつかないかなって気がつかない何がジョイライトってプレゼント OKOK、OK、ですよウェルカムです <laughs> ありがとうローズローズありがとう札幌の飲み会の締めはパフェなんですえそうなの そうなんだ結婚あうんつくからあかんはダメじゃん結婚ダメです結婚は退場です三 <laughs> 月も可愛いありがとう始まったばっかだけどありがとう <laughs> リーちゃん今は可愛いカチューシャしてるありがとうよりやパチューシャこれしか持ってないんだよね <laughs> <laughs> うんまでも白が一番いいかなそんなことないよめっちゃ棒やん <laughs> 体場は阻止,します退場阻止するの体場は清楚阻止。あ、リーナ以外にも清楚がいたんですかこの配信に。清楚阻止できる人がいたんですね。リーナのファンの方に。神さら本当それは嬉しいですね。笑顔が超絶かわっちい。ありがとう。史上最強のリーナちゃんが作るご飯で。<laughs> 確かに死があるね。 清楚ということになってるけど、そんな要素は1ミリもない。それなすぎる <laughs>。何かと思ったらメガネが、メガネですよ。何、何かと思った逆に。キャッピーそんなポーズしてる、なんかね、結構なんか、一緒にね、写真撮ったらね、こうか、あの、リーナのほっぺに、こうやってやるかですね。こうやって <laughs>。キャッピーはいつも、あとこれ。これか、 これかこれですはい <laughs> リーナが「犬だよ」って言ったら犬にしてくれるけどいっそメガネで配信を <laughs> そうなんだよねでもさメガネさあれなんだよねあのー、反射しちゃうからさあれ抜きたいんだよねプードルの大きさは言われたんと違うかったって騙されること多いから気ぃつけやそうなの <laughs> そうなの 今日祝えばいいのでだよねポチャッコはオスですかかなオスですよ男の子ですジョイライトは家電だから無理じゃないえそうなの家電じゃなかった電化製品えじゃあダメなのかな結婚してだからんじゃないって <laughs> キリって言ってるけどね結局阻止しますよ <laughs> ファンを押しに入る うん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 、no, no, 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 no、意外と似ないと思ってるけどねどうなんだろうねみんな負けず嫌いじゃないでしょキョッピー検定1級の私によるとキョッピーよくします1級なの君キョッピーの全てを知り尽くしてるんですか絶対1級じゃないですよ10級ぐらいリーナが1級 いや、一級暗ズかな。ちょっと暗ズには負けてる。一級暗ズかもしれん。リーナ、まあ、二級ぐらい。<laughs> キョッピーのことは、絶対ファンの人より知ってるから、リーナ。絶対知ってます。ダメですよ、勝手にね。キョッピーに一級、一級だよって許可もらいましたかもらってないなら勝手に名乗っちゃダメですよ。え一級じゃないって。<laughs> リーチャン総会開催したみ。 下見ってどういうこときょっぴはいつもそんなポーズしてるような気がするうんしてる <laughs> ジーキリーターのことしかし分かりませんそうなのそりゃそうだ勝てんわって <laughs> そりゃそうだじゃダメなんだよファンなんでしょ知りなさいそりゃそうだじゃないですそこで負けちゃダメですよそこで戦ってからこそ りーちゃん総会開催したいあ開催したいってことね是非手白ぼで <laughs> シリシリって何あんずと仲良くなりたいのだが紹介してくれしませんしません紹介しません全然しません <laughs> 全然しません仲良くなりたいのは自分から言ってください自分から行かないね 男の人モテませんよ女の子はね自分から行かなくても男の人が来てくれるのでいいんですよ男の人は自分から行かないとダメですよそこでガッツを見せないとこうやって <laughs> あここは負けないぞって返すのが正解なのでそうですね今日も絶好調りーちゃん絶好調パチャッこはまどかさんも推しキャラだ だねでも僕は半魚飲んで <laughs> そろそろぽちゃっこにしなりーちゃん病気から戻ってきた治ったのそれはおめでとうりーな先生の配信は勉強になりますよまあ授業料もらいますけどね <laughs> 授業料もらいますけどね分かった安全行くね行かないでくださいよ何やったんですか何やってんですか こっちの、こっちの女は願い下げと。いいですよ。こっちから願い下げです。<laughs> ダメですよ。曲げない。めげないでください。<laughs> めげないでください。絞らないと。ダメですよ。いつも自分から求婚してます。それはいいですね。ガッツがあります。<laughs> あんずさんによくグーパンされるんですけど <laughs>。あんずは多分敵対、敵対してます。 兄ちゃん男子にはガツガツ系求めるのになるほどうんだってリーナがガツガツいかないもん <laughs> 女の子だからね待つんですよリーナは好きなく呼び出しして告白できなくてなんで呼び出したのって言われたことあります <laughs> 面白いね <laughs> え呼び出して告白できなかった <laughs> できな,かったのなんでなんでできなかったのなんでさ呼び出し呼び出したところまで行ったのになんで告白できなかったのええでどうしたのえ呼び出して告白できなくてどうしたのええなんで呼び出したのって言われて。 何にもないって言って帰らせたのもしかして女の子ちょっと帰ら,帰らせたパターンだったらめっちゃダメだからね分かってると思うけど呼び出しました告白できなかったまあそこまではまだねまだまあ勇気はないけどあれだよ100%の勇気をねあの自分の中で決めてからガッツも決めてから気合が入ったところで告白しなきゃダメですよ呼び出しもねその時点でダメですよ ダメだよ。告白はしないと。ダメですよ。俺はサクちゃんだけっだけなのに他の人の配信に行く。つまりそういうことです。いつも特会レーンに呼び出されるんですが、告白する勇気出ませんって。しなさい。結局告白して付き合いましたよ。イェイ。でも今 ただ <laughs> 自分なので告白したことない清楚だからって告白しないはただの言い訳ですよガがリーナだけかそうですよ <laughs> リーナだけにしてくださいねキリって何でもなん<痛>いってつらいんだまあまあまあ現実逃避したら駄目ですよ現実と向き合っていきましょう めっちゃバカにして、ね、バカカににしして、てませんよ,いやよび呼び出して告白まで行ったのはすごい勇気あることなんでいいと思います <laughs> まあ結局ねその,とその時付き合ったか付き合ってないかは関係ないんですよ付き合ったか付き合ってないかじゃなくて今どう今どうかですその時じゃなくて昔は別にどうでもいいです呼び出されて友達にチョコ渡してと渡されたって <laughs> 一番悲しいいパターンじゃないそれ <laughs> えっもしそのさ呼び出した子がさ好きな子だったらね期待するやん <laughs> チョコチョコもらえるかなみたいな期待して友達にチョコ渡してくださいって言われるのめっちゃ気まずくない <laughs> リダックマコリダックマありがとう黄色い鳥ありがとう そんなないん間違えたないです <laughs> ないですもえぜりふでもう一度やめときますもえぜりふとか無理なんで <laughs>「隣の麗の人が好きなんです」ってふればいいんでしょうかあれってあれあれ隣の麗の人が好き隣の麗のひこ人が好きってことは もししリナのレーンに並んで隣がキョッピーだとしますまず何で「りナのレーンれい」に並んでるってなりますよね隣の人からしたらね <laughs> まずそこがおかしいですよねなんで隣のレーンの人が好きなのにここのレーンにいるんですかってなりますよねさくちゃんに返信メールで内緒にしませんよってどういうこと内緒にしませんよって。 高校時代1年半で同じ子に3回告白して付き合ったけど1ヶ月で自然消滅 <laughs>。自然消滅やめてほしいよね。別れるなら別れるって言ってほしいよね。知らないけど。もうりーちゃんと結婚するしかない <laughs>。あと何年待つかな <laughs>。あと何年待つかな。なんだかんだとやっぱり延長。それなちょっと延長しすぎ。初見さんこんばん、はこんばん。はこんばんは。りんん <laughs> ーちゃん、アベママの狼なんちゃら系のリア。 リリアリティショー好きそうやいやそんなそんな好きじゃないリーナ <laughs> なんか見るは見るけどなんかちょっと突っ込んじゃう <laughs> 突っ込んじゃうなんか「今日好きになりました」とかあるじゃんなんか突っ込んじゃうんだよねえなんでそこ行かんかったとか <laughs> そう突っ込んじゃうからリーナ多分何好きそうというかあのー、なんか審査員みたいな方いるじゃん 右上とかにちっちゃく写ってるさ <laughs> ああいう役が似合うと思います流れ星ありがとう修学旅行にカップルいっぱい誕生するけど帰ってきたら終わるあ,あれあれだよねなんかツッコミ入れながらなんだかんだ楽しむ系楽しんでんのかな そそもそも今日40分ですね <laughs> 40分ですおいら実は9月20日生まれの11期の子が好き3人いますよ見とるかないやなんかね見てるっていうかあれなんか流れてくるやんネットとかでネットとかで流れてきた切り抜きみたいなやつをたまに見るかなぐらいワイプかよそうですよ <laughs> クリスマスもそうだよね駆け込み 授業ででカップルできるけど過ぎたら別れがち <laughs> まあ駆け込んで付き合ったカップルよりもやっぱり駆け込まないでゆっくりね慎重に付き合ったカップルの方が続けますよねりちゃんあなたたちはすごいよなんでなんで <laughs> 9月20日生まれで,で大型の子がいいなと多いんです大型多いですここ <laughs> まで来たら切れるまで配信いやもう終わりますわ <laughs> 最後まままで配信見ていいたただきあありがとうございました、まあ、みんなもね新しい恋を探してください。<laughs> え全然リナでいいよ別に。まあ、リナのことを今好きな人はそのままでお願いしますね。で今リナ以外の人好きな人は、まあ、新しい恋としてリナを好きになってください。<laughs> ってことでいい感じにまとまりました。 じゃあ今日は料理しりとりとかねいろいろしましたがまぜ、あ、ひ拡散もフォローもよろしくお願いしますじゃああっセイスリーちゃん忘れてたじゃあ今日はえー、終わりになられます <laughs> リーナが終わり配信を終わ,終わりになられます <laughs> バ,イバイバイあっおバイバイでございます